決壊による洪水などが発生した場合、迅速な避難を図るためにはですね、より多くの施設が必要となっており、一時避難所としての施設の一部を使用させていただける企業、あるいは個人様所有のですね、住居以外の建物、約30施設を対象に調査をさせていただきながら、協力を要請してきたところでございます。民間の旧社住組合所、これらをご協力をいただくということは、住民にとっても、町にとっても大変心強くありがたいことでございまして。今回の協定にあたりましては、約30名ぐらいの人間を受け入れられます。水なんかは用意したいと思いますので、皆さん災害になった時には、ぜひうちの会社の倉庫に、逃げてください。私どもの倉庫の3階を提供しまして、50平米、合計100平米のスペースを提供しまして、従業員さんの安全、それから安心を確保して、また地域住民の方の安全安心を確保したいというふうに思って、社会に貢献したいと思っております。